アッシャーゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。あー、なんか久々にスプラトゥーン開いたような気がする。まあ、そうだな。前回は、なんかここら辺のやつを集めたんだよな。じゃあ、ボス行くぜー。ふぅー。なんか、すげー久々な気がするわ。ちょっとね、裏でね、ずっとね、ファイアーエンブレムね、ちょっとやってるんですけど、いかんせん面白くてね、ちょっとね、もうね、ハマってるよ。やばいやばい。あの、やっぱ育てるって面白いな。うん。やっぱ育てるの好きやわ。まあ、ああやって縛りプレイするのもいいけど、育てるのもいいな、やっぱりな。うん、めっちゃ振り出てるー。で、前回のパート1、あれ、パート1じゃねえよ。あの、ヒーローモードのパート1。あれ、ちょっと、声うるさかったな。で、ちょっと音量若干下げてるんですけど、どんな感じかな。また音うるさかったら嫌だな。でね、もう8月になったからな。そろそろ実況動画じゃない、実写のね、おぉ、めっちゃ震えてるー。おーい。そろそろね、顔出しをね、しようかなと思って頑張ってるんだけどな。いやー、難しいよね。って、こいつ、なんか、どうやって倒すの？なんか、あれだな、ドンキーコング3のなんか、出てくるやつみたいな感じだなー。あ、なんこれ。おー、つ、ん？あ、これで行くんか。オッケー。あ、パンじゃん！パンじゃん！おらー！よいしょ、押せーなー。スタイリッシュに行きたいんだけど。えいよいしょ、あ、なんだ、ナイス、この調子でバンバンやっつけよう。はい、オッケー。タコパン。タコパンって言ったら、クラナド思い出すな。おい、なんだこれ。チェックポイント、あー、とりあえず避ければいいんだろ。とりあえず避けてからの、おい、ああ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 、おい、避けてから、おいしょ、来た。まずパンにこれをつけてから、おお、よいしょ。おら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 、おしょ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 、いけ、タコパンチ、決まった、オッケー。で、てか、あの、いくら集めてるけど、あれだね、どこで、あの、パワーアップするかよく分かってねえな。前回、どこでやるするか、なんか、やっときますみたいなこと言ったような気がするわ。ここ最終チェックポイント、いいよ。わー、なんとずれー、ずるいぞ、ずるいぞ、あ、これ追いかけてくるパターンのやつ、打ってから、うわ、これすごいな。うわー、ずるー、マップ兵器じゃん、マップ兵器。スパロボで言うマップ兵器じゃん、マップない。あ、やばい、俺のアンバーが、くぅ、こいつ、わーい、よし、オッケー、ここ塗って、飛んで、終わったー、オッケー、来た、これ終わるんじゃない、うわー、いけ、来てる、フォアヴィーナス、これが本当のコテンパン、コテンパン、確かにコペン、うめっ、めっちゃ焦げてんじゃん。ふへーって感じやな。おい。やっぱさ、実写動画、まあ、やりたいこといっぱいあるけど、やっぱ動画作るのって難しいね、本当にね。そうは思いませんか？思いますよね。うん。どんだけ、あれ？おい。どんだけあのゲーム実況が楽かっていうことだよ。いやいや、お、2分。早い。高速トースト、タコツボベリーカー、ベーカリー。なんだよ、ベリーカーって。ベビーカーか。グッジョブ4号、私が見込んだ通りの活躍だね。それにしても、戦略タコツボ兵器まで使ってくるなんて、オクタリアンも必死だな。しかし、こうなることを予想して、強力な助っ人頼んでいたんだよね。ブキチ君、ブキチ君、聞こえるかい？オーバー。はいはい、ホタルさん。聞こえてる、もちろん聞こえてるし、オーバー。いらっしゃいし、5億4000万年の信頼と実績、武器のことなら、ネジ1本からフルカスタムまで、はい、から、スクエア、ロビー、横の武器ショップ、カンブリアームズにお任せでおなじみの武器、ホタルさんから聞いてるでし、ニューカラストンビア部隊で僕の武器たちを使ってもらうなんて光栄でし、だろだろだろ使ってもらわなきゃいけないし、なので君たちの開発中のものになるようにしてるし、モニターを置いといても僕は君たちの使うだけ、それは自然とデータが集まるようになってるし、データをたくさん集めると、機械になって武器を、
適当だな。つまり縄張りバトルで使えるようになる。なるほどね。まさにウィンウィンの関係だね。オッケー。よーし、4号行くぜ。うん、なんか音読すると、なんか自分の理解が追いついてないというね。全然わかんねえよ。結局あれだ、ロビーの横に、なんか、あれなんだろ？武器、新しい武器が手に入るみたいな、そんな感じだろ。おー、来た！カンブリボックスを使えるようにしたでし。お、あ、これか！これね。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。やったぜー。じゃあ、とりあえず、ジャンプしよう。ジャンプジャンプ。あ、ほらね、これでやっぱジャンプできるの。これがね、素晴らしいよね。今のゲームの時代はな。今のゲームの時代ってどういうことやね。よっしゃー、とりあえずこれで。お、あ、やったぜー。わ、高くね？あー、インクか。いや、とりあえずシューターだろ。他人し全然他人じゃないじゃないか。全部無理じゃん。そうか。いや、とりあえずヒーローシューターだな。まあ、それはいいとして、エリア2に行きたいと思いまーす。あれ？ああ。とか、一度行ったところじゃないといけないっていうやつか。なるほどね。オッケーオッケー。で、とりあえずボスのところに来て、よいしょー。ここだな。飛ぶぞ。よっこいしょーい。9番展望台。で、ミステリーになったら、おい、9番展望台。なんか、ミステリーになったら、と、なんか、タコのじゃねえよ。何だっけ？右上のやつ？右上のやつの撮ってないところは、ちょっとね、これを、この動画を出してから、撮っていこうかなと思っておりますので、とりあえず、撮っていこう。動画をな。もうね、やりたいことが多すぎてね、やばいんだよなぁ。ちょっと、寝てる暇ないのに寝ちゃうというね。だから、どこあるん？はい、と、まず1個目。じゃあ、もう順番関係なく行ってみたいと思います。そうそうそう。この紙のやつと、右のやつをね、まあ、次回、ちょっと、もうまとめて撮ろうかなと。まとめて5、6個ぐらいね、パッ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 と行こうと思います。では、ここ行きたいと思います。オデッセイ、タコパーク、フライハイ、さあ行くぜー。いやー、セミのね、鳴く声がすっげーうるせんだよな。もうすっげーうるせんだよな。田舎じゃないのに。めっちゃ動かんないけど。さあ、これを持っていくでし、使いまくってデータを集めてほしいでし、ヒーロー魔球、マビュー、バブル、ニャニャニャ。ショットを打ちながら移動しつつ B で活かしたスライドが決めるし。あー、なるほど、オッケー。お、早い。お、めっちゃいいじゃん、これ。お、めっちゃいいじゃん。はい、これ出て。あ？おー、かっこいい。これかっこいいよね、マジで。あ、しかも、弾無限じゃん。あ、違った。全然違った。全然違った。いや、これ弾のさ、あれがさ、出てないんだけど、わからんじゃん。もともとそんなもんだっけ？うお、かっこいい！ウェーイ！イェーイ！これ全部無視してるけど大丈夫かな？大丈夫、いけるいけるいける。あ、なんこれ。よいしょい！ふぃー！お、なんてスタイリッシュなんだ。ふぃー！おい、チェックポイント！ウェーイ！ふぃー！とりあえず進めていくぜ！よいしょー！うお、かっこいい！打ちながら、ふん。オッケー。やっぱこれ、硬直時間でも長いな。はい。よし、さあ、どんどん行くぜ。うぃーうぃーうぃー、なんかソニックみたいな感じになってんな。ソニックパクってるな。もう、あれだな。どのゲームもパクリになっちゃうからな、今の時代。何作っても、あ、これなんかのゲームとなんかのゲームをパクってるやつだな、みたいな感じになっちゃうからな。さあ行くぜー。まあ、そう考えたら、スプラトゥーンは、ほいこっちね、オッケー、うほー。まあ、スプラトゥーンは、結構面白い感じに、いいとこ取り、いいとこ取りのね、いいとこ取りのゲームになってるからね。さあ行くぜー。さあ、どんどん詰めていくぜー。ほいー。また、インクとかはね、あ、インクじゃない。イクラとかはあれだよな。あ、おあ、こうできるんや。あ、めっちゃスタイリッシュやん。なんだよ。
なんかイカの状態じゃないと落ちるかと思って出ないんだけど、よし、いいよ。しかしガチマッチ、ほんとね、やったら負けるわ。ほんと負けますわ。もう絶対楽しくないっすわ。で、なんか、はじめ社長も俺と同じような感じで、勝てませんわ、みたいなサムネ作っとったな。まあ中身は見てないけどさ。中身は見てないんだけど、サムネだけ見てから、やっぱ勝てんよな、あれな。C ランクまでしかやってない人とかやっぱきついんだよな、あのゲームな。あのゲームっていうか、ガチマッチな。マジでね、勝てん、ずっと勝てんもんな、マジで。ちょっと後で見てみようかな。いや、本当に勝てないんだよね。よいしょ。あれ？あっちょっ！ちょっ！はっ！完全にソニックじゃねえかよ。完全にソニックじゃねえかよ、おい。あー、届かん。あ、なんこれ？あ、なんこれ？わからん。あ、なんか撮ってる。てか、ここの目長いな。わ、完全にソニックだよ、これ。あ、全然当たらん。全然当たらん。うわ、くそ。くそ。あ、これ練習になるわ。うわ。いいよ。よしよしよし。あ、インクはないんだって。よいしょ。オッケー。あ、酔ってきた、酔ってきた。3D 酔い激しい。3D 酔い激しい。まだ、まだ10分くらいしか撮ってないような気がするけど。あ、てかね、スプラトゥーンするときはね、この時間がわかんねえからね、マジで。時間帯がわかんねえんだよ。これ今何分撮ったかよくわかんねえんだよな。よいしょ、あら。これ多分上に行くんだろ、わかってるよ。ふぃー、スタレージ攻撃、もう、あ、よいよいよいよ、あ、気持ち悪い。吐きそう、吐きそう。よいしょ。あれ、あ、あ、落ちるんかい。なに、ジャンプしたらちゃんと落ちるようになってんじゃん。クソ、ミスった。よいしょ。さあ、行くぞ。まあ、これでもう一回。しっかり狙って。よし、オッケー。よし、オッケー。あー、腕が痛い。腕が痛い。おお、おお、おあ、ああ、もうせっかく抜いたのに、せっかく抜いたのにめんどくさい。めんどくさいでござる。よし、行くぜ。これ難しいな、操作が。やはり難しい。おら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 。よいしょ。ジャンプポイントー。オッケー。お、来たー。うえぇ。あ、気持ち悪くなってきたな。あ、3D 酔い激しい。はい、クリアー。ちょっと武器ログ確認ちゃんとデータ取れてるし、君はその武器を使い込んでいいデータをたくさん取ってくれそうですし、もっといいデータを補うような製品化もできるですし、了解でーす。というところで、今回短いですけど、ここまでにしたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。